チは科学だ、金子に何でも相談室ということで、この間からですね、金子にいろいろ聞いてみようということで質問コーナーやっております。1回目終わりまして結構好評だったんでゲス、なので2回目もやっていくんでゲス、なので、今日も飯島さんの方からいろんな方からね質問を集めてきてるので、それについて答えていきたいと思います。どうぞ。はい、20代女性の方です。初恋。非常に照れくさいというか、この YouTube でそんなこと言う価値があるのかどうか分かりませんが、初恋ってでもいつから皆さん線引きますか？一応僕は初めて付き合った人としようと思ってるんですけど、どうですか？私が最初に付き合ったのは皆さんも知ってるよね、まみなちゃん。知ってるよね、飯島さんも知ってるんですよ。皆さんも知ってる。あのね、要はまみなちゃんって子がいたんですね。その子と一緒に僕は中学校の時ね、どんどん毎朝一緒に学校に行っておりました。手をつないでね、まみなちゃんと金子さんはよく仲良く学校に来てましたねなんて言われたこと、それが初恋かな。その時の山田まみなちゃんと一緒に学校行って毎日ね行ってるのがすごい楽しかったなっていう思い出がね、あの時の思い出がこう頭をよぎると切ない気分になっちゃう。これでいいかしら。10代男性側です。髪型の由来ってどういうこと？なんでその髪の毛にしたのかってことか。ここを刈り上げてるんです。ここが0ミリ、ここ2ミリ、ここも0ミリ、ここら辺2ミリからのここ辺3ミリ。これ全部ミリ数決まってんだね。なんでそんなこと知ってんのと思うでしょ？これね、自分でやってんの。自分でテレレレレデンツ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 これね、昔の金子正って言って皆さん画像検索すると、この辺ラインが入ってるのとかいっぱいあるんですよ。あのラインやるやつは1週間と持たないので、わざわざね、結構遠くまで行ってたんですよ。で、早稲田の大学入るときに、もうちょっと髪の毛おとなしくしてくださいって頼まれたので、じゃあ、ラインっぽいけど、自分でもできるということになって、この辺にライン入れようと思ったら、これね、わかる？右手でやるでしょ。右手でやると、この角度が一番やりいいんだね。だからこのラインで非常にこう、おしゃれなのかっていう話じゃなくて、これ右手でバリカンが入れやすい角度なんだね。だからこう斜めになってるんだね。ほらこっちも見てごらん、ちょっとこう湾曲書いてるよね、この刈り上げ。これね、バリカンが入れやすいんだね。バリカンが入れやすいんだね。ということで、私の髪型は何なのかっていうと、バリカンが入れやすいんだねっていう髪の毛です。どうもまた次は50代女性の方、50代女性の方、普段何を食べてるか。まあ何でもご飯を食べるんだけども、まあ基本的にはでもね、まず皆さんにお伝えしたいのは、白米とかパスタとかうどんとか真っ白の炭水化物っていうのは、まあ食べるけどほとんど食べない。炭水化物量はだいたい1日 150g ぐらいと決めています。ご飯茶碗半分ぐらいを、半分までいかないかな、半分よりちょっとぐらいかな、1日それだけを食べてます。で、自分の家でももちろん自炊で、自炊って言っても炊飯器で炊いてるだけですけど、基本的には白米とか食べないで玄米を食べるようにしています。これ玄米すごい栄養価が高いし血糖値が上がらないので、玄米のベースの食事をしています。食べる品目で言うと、僕好きな食べ物が1位玉ねぎなんですよ。2位ネギなんですよ。3位酢なんですね。玉ねぎ、ネギ、酢、要はサラダがあればいいわけなので、基本的には生野菜、とかサラダを非常に毎日食べております。それは体にいいから食べてるんじゃなくて、好きなんだよね、生野菜。あとドレッシングで酢でしょ、お酢が入ってますよね。なのでサラダが好きだっていうのが僕の好みなの。なんかこんな肉食の顔して、玉ねぎ好きって面白いでしょ。あ、だからそんな玉ねぎみたいな頭してんのねって、うるさい、お黙り、チビってちょうだい。30代女性、幸せを感じる瞬間はどんな時ですか？ははははは、いいね、幸せを感じる時だね。幸せを感じる時は、単純に大勢の人に喜んでもらった時だね。まあまだまだですけど、僕ね、あのセミナーってあるんでね、まあ、例えばうちで言うとマンツーマンだったら1対1、グループレッスンだったら1対10、10人の方、ちょっと多めになって30人で ランニングセミナー、あといろいろ学校とか企業さんに呼ばれると100名、200名ってあるんですけど、一番多かったのは小学校とか中学校とかでやった時の600名って方いたんですよね。別にね、コンサートとかじゃないのね。僕の体
体に対するセミナーってことで600人ってこれ結構多いなと思って、その時に行った時はね、やっぱいろんな人に喜んでもらえて、いろんな人が注目すると思うとアドレナリン出まくりですよね。なのでそういう仕事で大勢の人が喜んでんなっていう、俺役に立ってんなっていう、そういう時が幸せですね。なので、いつ幸せなのかっていうと、いわゆる仕事中が幸せなんです。これって結構いいと思うんですよ、僕。なんかね、休みの時にこれとかっていう人多いかもしれませんけど、僕の友達でも結構そういう人いますけど、僕はどちらかというと仕事中の達成感に幸せを感じるなっていう、なかなかまともなこと時々言うでしょ。はい、次。20代女性。ストレッチを出会っていなければどんな仕事をしてましたかってことですかね。はい、おそらく水商売ですね。水商売って言っても、そういうなんかこういやらしいものとかね、えげつないものではなくて、もともと僕は六本木の会員制のバーでバーテンやってたので、会員になるのに10万円払って会員になって、いわゆるお金持ちの一流企業の方とか会社の社長さんとか役員さんとかが来るようなバーで、シェイカー振って、水商売やってました。それは自分でいずれレストランを経営しようっていう夢があったので、そこで修行してたんですね。その最中でちょっとこういう風になってったので、もしこのストレッチがなければ、おそらく飲食店、バーテンとか、もしくはいわゆる水商売と呼ばれるようなお酒を出すようなお仕事の店員とかマネージャーだったんじゃないかなと思うんですね。要はですね、夜みんなで遊ぶの嫌いじゃないですか。だからそう考えたらね、ちょっとしたことで人生で変わるなと思いますね。だから一応僕調理師免許持ってるんですよ、こんな顔して。味噌汁一つ作れない僕ですけど、調理師免許は持ってるんです。はい、以上。最後、40代男性。40代男性、はい。尊敬する人、昔布団屋さんの営業でお世話になった大森さんっていう人なんですよね。これ大森さん見てたらよろしくお願いします。これ流してもらいたいな、逆にね。大森さん、大森さんのおかげで、僕はこうやって立派に育って、仕事してますので、お礼が言いたいです。ありがとうございます。大森さんって方と仕事したのは約2年ぐらいですかね。お仕事一緒にさせていただいて、そこで金子忠という元々の金子忠の殻を破ってもらってね、そこから人前で喋れるとか、恥ずかしがらないとか、仕事に集中するとか、仕事に熱意を持つとか、そういうことを教わりました。そんなこと皆さん教わったことある？仕事に熱意を持つなんて20代の前半思ったことないよね。仕事に行ったら、じゃあ今日いかにこの仕事どうやってサボろうかなとか、なんだの店長ムカつくなとかね、いやこの仕事って意味あんのかなとかね、まあとりあえず仕事とはなんて大好きな仕事って感じじゃないですよ。でも大森さんは仕事が大好きで、そして仕事に熱意を持って、そしてチャレンジ、自分ができないと思ってもやっていくっていうチャレンジ精神とか、あとユーモアとかね、仕事に対する見方を変えてくれた人がいるんですよ。大森さんって僕の上司だった人が、顔はカールスモーキー石井さん、コメコメクラブもうそっくり。その人が僕に、仕事とは熱くするもんだと、熱くならないんだったら仕事じゃないみたいなことを教えてくれたんです。へへへ、俺今まで仕事ってサボってなんぼだと思ってたっていうところに、心にバサッとね、革命を起こしてくれた大森さんがいるから、今こうやって私もね、48になりますけど、未だにそのマインドを心に埋め込めてるなと思っております。だから僕の尊敬してる人は、僕の営業の時の上司の大森マネージャーでございます。大森マネージャー、いつかまたお会いしてください。よろしくお願いします。金子忠志、頑張っております。そんな感じでね、皆さんどうでしょうか。まあいろいろ体に関することもいいですし、それ以外でもいいと思うんです。僕もともと中卒なんですよ。高校中退で中学しか出てない。そこから東京出てきて、今となっては早稲田大学、大学にも入れましたし、スポーツストレッチのね、専門店を作ってもう20年近くになりますし、ストレッチトレーナーとしては多分おそらく僕より知名度ある人がいないような状態を今業界で作れてるわけですよ。こういう風になった道というのは、実はストレッチのテクニック以外にもたくさんヒントがあって、いろんな刺激があって今こういう風になってるので、おそらくね、皆さんの人生にもこれ役立つなってこと結構あるんですよ。なので全く違う業種であっても役に立つことを皆さんに伝えたいなと思うので、どしどしどんな質問でもウェルカムですので、コメントなり、ダイレクトメッセージなりいただければと思います。なのでストレッチはストレッチ、今まで通りに教えていきますけど、これは心をストレッチってことだね。上手なこと言った。心をストレッチするような僕の経験談、エピソード投稿を皆さんにお届けしますので、ぜひこれ気になったことあるなってことは聞いてみてください。ストレッチは科学だ。金子は心もストレッチするぞ。チャンネル登録よろしく。